Sometimes, only one shot of a photograph is to open the door to the greatest mystery. Here is one of them. In response to my request, asking if there is someone who knows more about a sculpture named the Dying Slave, sculpted by Michelangelo Buonarroti, a sculpture which is now in Accademia Gallery in Florence, Italy, Noji Rinko-san replied and helped me get a very important information about the sculpture. Thank you very much for your help, Noji Rinko-san. イタリア・フロレンスにあるアカデミア・ギャラリーに展示してあるミケランジェロ作の彫刻瀕死の奴隷に関する情報を視聴者の皆さんにお願いしたところ、野地凛子さんという方から情報が届きました。時にたった一枚の写真が巨大な謎を解く鍵になることがありますが、その情報がイエス・キリストの巨大な謎を解く鍵になりました。野地凛子さん、ご協力どうもありがとうございました。広志林、浜松シティ、ジャパン。Your help is needed about this sculpture, most probably somewhere in Accademia Gallery. This sculpture, sculpted by Michelangelo Buonarroti, for me to know how it is like behind his body. Is this built like something being tied up behind his body, like a ribbon, or?Is this a belt with no knot? Please let me know it, for which I thank you very much. あのダビデ像のあるアカデミアギャラリーにあると思われるミケランジェロのこの像について、背中側がどうなっているかご存知の方はいらっしゃいませんか？この像の胸を巻いているベルトのようなものが結び目のあるリボンのようになっているのか、それとも結び目のないベルトのようになっているのか、それを知りたいです。ご存知の方がいらっしゃればどうか教えてください。よろしくお願いします。広志林、浜松シティ、ジャパン。以上が昨日2019年7月4日に発行した動画ですが、この動画に対して今日7月5日返事が届いていました。その返事に基づいて今日の話を進めたいと思います。これがミケランジェロ作と言われている Dying Slave、 瀕死の奴隷と題された彫刻です。で、この彫刻の背中側がどうなっているか見たいということで、野地凛子さんという方から協力いただきました。右がその背中側の写真ということになります。この帯のようなものが何かということですけども、同じくミケランジェロ作の埋葬という絵の中に同じものが表現されています。中央のイエスと判断しています人物の胸を見てください。やはり同じような帯のようなものが巻かれていますが、その前にもう一つ謎が解けました。埋葬の右手前に色が抜けているところがあります。この抜けている部分を指して未完の対策ということになっていますが、これは猿であることが分かりました。なぜこんなところに猿が表現されているか、それも謎ですが、絵画埋葬の中に白抜きで、つまり未完のまま残されているものが猿
と分かっただけでも大収穫でした。話を先に進めます。胸の帯を比較してみます。中央上が、これが瀕死の奴隷を巻いている帯、そしてその下が埋葬のイエスの、胸に表現されている帯ということになります。この両者の帯は全く同じです。で、その帯が背中側に回って蛇のように見えるところから、これは蛇であると判断している人もいらっしゃるようですけども、少なくとも前から見たところでは蛇ではなくて帯ということになります。つまりこのことからだけでも、中央の人物がイエスですから、左の瀕死の奴隷もイエスと判断してほぼ間違いないと思いますが、念のためポーズを調べてみます。左右反転してみるとポーズも酷似しているのがわかります。頭の角度、力の抜けた体、そして曲がった腰から足のポーズを注意深く比較してみてください。同じと私は判断しましたが、それだけではありません。私はかねてより、処刑されたイエスはシャマーシュ、ギリシャ神話名ヘリオスであると説いています。で、そのヘリオスの顔と比較してみてもですね、左の瀕死の奴隷と言われている人物の顔とギリシャ彫刻のヘリオスの顔が大変よく似ているのがわかりますが、こんなことはですね、ミケランジェロ自身も知る由もなかったはずです。というのも、それを発見したのは私、林博、しかも2012年以後ということになります。もっとも、この2つの像はよく似ているという範囲にとどめておいた方が良いのかもしれませんが、そこで謎が終わるわけではありませんでした。この瀕死の奴隷の背中を注意深くご覧ください。首の下です。何やらもこもことしているのがわかります。これは何かということですけども、これでまた別の謎が解けました。埋葬は未完の、つまり未完成の作品と言われていますが、もう一枚ミケランジェロは未完成の作品なるものを残しています。それが左下の絵画ということになります。左下の絵画は大変不気味な絵ということになります。この若い女性の背中を見てください。鱗のようなものがボコボコと表現されています。つまりこの鱗のようなものと同じものが瀕死の奴隷の背中にも表現されているということになります。こうして一枚の写真をもとに、謎の点と点が線でつながれていきます。で、結論ということになります。ここに表現されている彫刻、瀕死の奴隷、つまりダイイングスレイブは瀕死の奴隷ではなくて、イエス・キリスト自身を表現したものであるということがこれでわかります。つまりここに表現されているのは、処刑されたシャマーシュ、つまりギリシャ神話名ヘリオスということになります。シャマーシュとイナンナ・シュタールが組んでキリスト教を立ち上げますが、どういう手違いからか、シャマーシュは殺害されてしまいます。なぜ殺害されたのか、誰によって殺害されたのか、続く動画をどうかご覧になってください。そこには空恐ろしい物語が隠されていました。 Bye for now. Thank you.
Your help is needed about this sculpture, most probably somewhere in Academia Gallery. This sculpture, sculpted by Michelangelo Buonarroti, for me to know how it is like behind his body. Is this belt like something being tied up behind his body, like a ribbon, or is this a belt with no knot? Please let me know it, for which I thank you very much. あのダビデ像のあるアカデミアギャラリーにあると思われるミケランジェロのこの像について、背中側がどうなっているかご存知の方はいらっしゃいませんか？この像の胸を巻いているベルトのようなものが結び目のあるリボンのようになっているのか、それとも結び目のないベルトのようになっているのか、それを知りたいです。ご存知の方がいらっしゃればどうか教えてください。よろしくお願いします。広志林、浜松市、ジャパン。一般には奴隷と題されている彫刻ですが、本当に奴隷なのでしょうかということですが、それは今日のポイントではありません。これらの像の胸の周りに奇妙なベルトのようなものが表現されていることに注意してください。このベルトのようなものは何かということです。これは本当にベルトなのでしょうか、それとも別のものなのでしょうか。同じようなものをミケランジェロは埋葬の絵の中のイエス・キリストの胸の周りに表現しています。比較してみてください。これがイエスの体を支える紐であるなら、前にあること自体おかしいということになりますが、ともかくもこの紐と右側の像の紐がパーフェクトに一致している点に注意してください。左右の像は立体彫刻です。真ん中の絵は絵画ですが、特に中央と右の様子、ベルトの様子が全く同じですね。が、これも今日のポイントではありません。今日のポイントは、このベルトのようなものが何かということです。そしてこのベルトのようなものが何であるかが分かれば、神々の正体が物的証拠として分かるということになります。で、同じようなものをラファエロも絵画の中で表現しています。ラファエロの描いた聖母子像です。このイエスの腹の部分に腹巻きのようなものが表現されていますが、これは本当に腹巻きなのでしょうか。あるいはまた別の絵の中でも同じようなものが表現されています。赤い四角で囲んでみました。これは何なのでしょうか。そしてこのラファエロのやはり聖母子像に注意してください。この絵の中のイエスと思われる子供の腹、胸にかけて奇妙な帯のようなものが表現されているのがわかります。これは何かということですが、話を先に進める前にもう一度皆さんの目で確認してください。左の像には奇妙な帯のようなものが表現されています。そして同じくミケランジェロの埋葬の絵の中のイエス・キリストにも同じようなものが表現されていて、それがラファエロの描いた絵とつながっています。これは何かということですけれども、この謎を解くヒントをレオナルド・ダ・ヴィンチが岩窟の聖母ロンドン版の中に残してくれました。その絵の中のイエスと言われている子供の腹に注意してください。
この子供もやはり同じような腹巻きのようなものを腰に巻いているのがわかります。が、このロンドン版だけではこれが何であるかわかりません。で、もう一枚の姉妹作と言われている岩窟の聖母ルーブル版をご覧ください。こちらのイエス・キリストの方はですね、皮が剥がれているように見えます。そうです、皮が剥がれています。つまり脱皮しているイエスの様子ということになります。つまりルーブル版の方でははっきりと脱皮している様子を描き、ロンドン版の方ではそれを腰巻きのように表現しているということになります。注意深く比較してみてください。つまりロンドン版の方で描かれているイエスの腰巻きのようなものは脱皮している皮膚を、抽象的に表現したものということがこれでわかります。そして同じものが左からミケランジェロの描いた埋葬の絵の中のイエス、そしてミケランジェロが彫刻した、奴隷の像の中に見られるということにつながっていきます。左下の写真は実際のトカゲの脱皮している様子を写したものです。その脱皮した皮と向かって右のイエスの皮膚と比較してみてください。イエスの皮膚の脱皮の様子はまるで写真のようにと言いますか、写真そのものと私は考えていますが、写真のように正確に表現されています。つまりこのような形でミケランジェロもですね、脱皮の様子を帯のように抽象化して表現したと今のところ私林浩司は考えています。というのもミケランジェロがですね、カッシナの戦いの絵の中で4人の脱皮している人物を描いているからです。この人物は衣服を着ているのではありません。皮を剥いでいます。そしてこの人物も腰から下の皮を剥いでいます。そしてこの人物は剥いだ皮を頭に巻いています。そしてこの人物、つまりイエス・キリストは足の皮をベローっと剥いでいます。このような絵をミケランジェロは一方で描いているが、しかし今一つ、神秘皮であるという証拠が手に入らないでいます。皮を本当に剥いでいるのかどうか、つまりこれらは皆絵画ですから、その後ろを見ることができませんが、アカデミアギャラリーにある彫刻は彫刻です。つまりこの彫刻の後ろがどうなっているか分かれば、これがベルトなのかリボンなのかということが分かるということになります。つまりもしこれが結び目のないベルトであるなら、つまりは神秘剥がれた皮を、抽象的に表現したものという結論が出ます。つまり神々は皮を剥ぐタイプの、人間であったということになります。そこで結論ということになりますが、ダビデ像の周辺に展示してある像、これら2体の奴隷と題されている像について、特に右の像ですけども、この像に表現されている帯のようなものがリボンなのかそれともベルトなのかということが大変重要な問題ということになってきます。もし結び目のないベルトのようになっていれば、林浩司のいわゆる脱皮説を物的証拠として証明するところとなります。皆さんの中にはアカデミアギャラリーでダビデ像をご覧になった方は多いと思います。このダビデ像もまた謎だらけですけども、また別の機会にそれは論ずることにして、もしこの像の背面がどうなっているか、
それをご存知の方がいらっしゃいましたら、どうか教えてください。写真があれば最高に嬉しいです。では今日はこれで失礼します。バイ。If I am asked by someone which painting is the most eerie one in the world, I never hesitate to list up this one, the Madonna and the Child with St. John and the Angels, with another title of it being the Manchester Madonna, painted by Michelangelo Buonarroti around in 1497. Then you are courteously advised not to watch this video to the end if you have timid personality, since it will make you sick, most probably in any case. もし私が世界で最も不気味な絵画はどれかと聞かれたら、私は迷わずこの絵画をあげます。聖ヨハネと天使と聖母子、通称マンチェスターの聖母と呼ばれている絵です。そのため、もしあなたが気弱な方であるなら、あなたは最後までこの動画はご覧にならない方が良いと考えています。多分あなたは気分を害されることでしょう。私はいつもこの絵だけは二度と見たくないと考えています。覚悟はよろしいですか。広志林、浜松シティ、ジャパン。アルバート・アインシュタインはこう書いています。No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.どんな問題もそれが作られたのと同じレベルの意識では解くことができない。問題を解こうとするなら、それが作られたレベルを超えなければならないと。まさにその通りですね。ミケランジェロ・ボラノーティの書いたマンチェスター・マドンナの話をする前に、皆さんをカペラ・システィーナへ案内します。カペラ・システィーナの天井画の絵画は絵ではありません。絵という国際言語を使って描かれた、つまりは神が私たち人間に与えたメッセージということになります。その天井画の中には無数の隠し絵、騙し絵が仕込まれています。今ご覧いただいているのもその一枚ということになります。一般にはリビアの巫女と呼ばれていますが、これは巫女というような女性ではありません。男です。その証拠に、この巫女と呼ばれている絵のこの人物の胸を見てください。男性の乳首になっています。もしこの角度であるならば、そしてこの人物が女性であるならば、乳房が見えていてもおかしくありません。
渋さがありません。ですからこの人物は男性ということになります。背中にはヒレも表現されています。つまり人間ではないということになります。まあ、このような形でミケランジェロなる画家を通してですね、1500年後のイエスがさまざまなメッセージを残しました。例えば左はダ・ヴィンチなる画家が描き残したと言われている解剖図です。右は実際の解剖図です。肩甲骨の形そのものが違います。人間の肩甲骨のようにも見えますが、凸凹感が全く違います。で、リビアの巫女です。で、この人は男性なんですね。つまり騙し絵ということになります。一見すると女性のようにも見えます。実際あちこちの美術館では絶世の美女として表現されていますが、男性の乳首を持っています。この角度であるならば渋さが見えていてもおかしくありませんが、こうした事実にすら500年間誰も気がつきませんでした。つまり作られた意識の中で、またその意識の範囲の中だけで物を考えていたからです。が、その意識を変えるとそこには全く別の世界が見えてきます。で、さらに奇妙なことがあります。これはアントレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の絵ですけども、この人物と同じ人物の顔がシスティーナ礼拝堂の天井画に描かれています。ミケランジェロはダ・ヴィンチの絵を模写して、あるいは盗作してこのような顔を描いたのでしょうか。またこんな例もあります。これは岩窟の聖母ロンドン版です。ここに描かれている、まあ、一般には天使と言われている人物に注意してください。この右の天使は、これは男性です。で、左が神聖な礼拝堂の天井画に描かれている人物ですけども、この人物の顔と一致します。そしてこの前後に3枚の絵が描かれていますが、皆ついているものがついています。つまり男性だということですね。つまりここに描かれているのは男性ということになるわけです。顔と体がちぐはぐである点に注意してください。顔は女性です。しかし肉体は男性ということになるわけですね。そしてこの人物も隠し絵の形で背中にヒレが描かれています。注意深くご覧ください。つまり人間ではないということをこのような形で示したということになります。いろいろな例があります。ここに紹介するのは例として、つまりほんの一例ということになります。一見すると女性っぽく見えますが、この人物は男性です。そして絵の具のひび割れのように見せかけてひびが描き込んであります。つまり不気味さを表現しているということになります。これもミケランジェロが描いたとされるカシナの戦いですけども、ここに描かれている人物は皆ボコボコとした筋肉を持っています。人間の筋肉ではありません。と同時に、ここにいる表現されている人物の何人かは体の皮をベロッと剥いでいます。つまり脱皮している様子を表現しているということになります。つまり脱皮するタイプの人間であったということになります。今ここでご覧いただいているのは同じポーズの人物がカシナの戦いの絵の中に描かれているということです。そして背中にはですね、まあ、このような模様を使ってですね、つまりはヒレがあることを、まあ、描き込んでいるということになります。そしてこの絵もおかしいということになります。この人物の顔に注意してください。拡大してみるとですね、この人物の向かって左側右目は縦線一本であることがわかります。そして向かって右側左目は瞳が崩れているように見えます。これはレオナルド・ダ・ヴィンチのいわゆる年老いた時に描かれたと言われている、自画像の目と一致します。で、この、まあ、子供らしき人物もですね、やはり目が縦線一本です。まあ、見ようによっては丸くも見えますが、このような形で、まあ、ここに描かれている人物たちはですね、要するに少なくとも人間ではなかったということを示しているということになります。ここにいる人物も奇妙です。で、この人物ですけども、骨がむき出しになって折れています。中から骨髄液が外に漏れ出ています。大変不気味な絵ということになります。そしてこの人物に注意してください。一見すると男性顔ですけども、
騙し絵です。一見するとこのような男性に見えます。しかしよく見るとですね、もう一つ別の顔が描かれているのがわかります。まさに不気味な悪魔の顔ということになるのではないでしょうか。これがシスティーナ礼拝堂の天井画の絵ということです。で、話を冒頭につなげます。世界で最も不気味な絵ということになります。この赤枠で囲った部分に注意してください。一見すると若い少女のように見えますが、しかしこの絵には大変なものが隠し込まれていました。背中を見てください。拡大してみます。さらに拡大してみます。これが何を意味するか、もう皆さんお分かりかと思います。まさにゾッとするような絵ということになります。若い少女、つまり華やかな少女をモデルにしているだけに、その不気味さが強く伝わってきます。で、この絵もまた未完の大作、つまり未完成の大作と位置づけられています。が、神は未完の作品など残しません。つまり未完成の作品に見せかけて、隠したいものを隠して、その向こうで別の大きなメッセージを私たちに残しているということになります。例えばこの指を見てください。左が修復前、右が修復後です。指の数が違います。右は4本になっていますが、左は3本です。4本目がかすかにと言いますか、髪の向こうにあるように見えます。そしてこの指に注意してください、修復前の方で見てください。修復後にはそれが消されています。修復前の指を見ると、霊によって霊のごとく脱皮した皮膚が垂れ下がっているのがわかります。脱皮しています。右が脱皮した動物の様子です。その脱皮した動物の皮と比較していただきますと、脱皮というものが分かっていただけると思います。つまりここに描かれている美しい少女は脱皮するタイプの少女であったことをこのような形で表現しているということになりますが、これだけでは皆さんお疑いになると思います。岩窟の聖母ルブル版をご覧ください。向かって左側、イエスと言われている子供が表現されていますが、そのイエスの皮膚の、つまり神秘の下にマリアなる人物が、向かって左側、右手の指先を突っ込んでいます。その指先がイエスなる子供の皮膚の下に潜り込んでいる点に注意してください。つまりこのイエスと言われている子供はですね、脱皮するタイプの子供であったということをこのような形で表現したということになりますが、これでも皆さん満足なさらないかもしれません。ではもう少し証拠をお見せします。このイエスと言われている子供の体を見てください。体には皮がめくれている様子が細かく、つまり写真のように正確に表現されています。もう一度確認してください。イエスと言われている子供です。この子供の体に注意してください。衣服ではありません。衣服なら皮膚の途中からこのように表現されるということはありません。この丸で囲んだ部分に注意してください。一般には衣服というふうに説明されていますが、衣服ではありません。向かって左端に注意してください。皮膚と一体化しているのが分かります。足にもそれが表現されています。これは何かということですけども、動物の脱皮した様子と比較してみるとそれがよく分かります。これは脱皮している動物ということになります。脱皮しています。その皮が正確に、岩窟の聖母のイエスなる人物の向かって左側にいる人物がその人物、子供ということになりますが、その皮膚が表現されているということになります。写真のように正確に表現されています。そんな点にも注意してください。つまりこれは絵ではなく写真から起こした絵ということになります。
お腹の部分の皮膚にも注意してください。つまりこの子供は脱皮するタイプの子供であったということになります。それと同じ脱皮の様子がマンチェスターの聖母子の絵の中に表現されているということです。左の修復前の絵を見てください。修復後はきれいに消されています。まあ、このような形で1500年後のイエスが残したメッセージを私たち人間がですね、愚かにも修復という名のもとにどんどんと消し去っています。そうした例は他にもたくさんあります。ともかくもここに表現されている、まあ、指、中指ということになるわけですけども、中指の皮がベロッとめくれている点に注意してください。つまりここに描かれている少女は少なくとも人間ではなかったということになります。で、結論ということになります。この絵は誠にもって不気味な絵ということになります。もし私が世界で最も不気味な絵をあげろと言われましたら、このミケランジェロなる画家が描いたとされる、マンチェスターの聖母子の絵をあげます。一見美しい若い少女のように見える分だけ、この背中の何かが大変気になりますと同時に、私自身は現在 今の今も目をそらしてこのナレーションを吹き込んでいます。いかがですか。はい、この動画をご覧になったことを皆さんは後悔なさるのではないでしょうか。Michelangelo website writes about this, the expulsion of Adam and Eve in Cappella Sistine, painted by Michelangelo Buonarroti, like this. The central pillar consists of the tree of life, wound round by a veiny serpent with a woman's head. To the left is another pillar made up ofAdam and Eve in a mostly luxuriant setting with Eve holding the apple offered her by the female tempter in the tree. The other branch of this tree extends into an airborne avenging angel with a sword that points to the expelled ugly, veiny, aged figures of Adam and Eve who make up the right-hand column.This side of the scene is desolate. The whole scene is meant to be read from left to right, showing the consequence of Eve eating the apple from the tree of knowledge, leading to Adam and Eve's banishment from the Garden of Eden. ミケランジェロ祭とはカペラシスティーナのアダムとイブの追放の絵について次のように説明しています。中央の木は生命の木で、女性の頭を持った蛇がそれに絡んでいます。その左側にもう一本の木があり、イブは誘惑しようとする女性によって差し出されたリンゴを手に持っています。
空中には剣を持った天使がいて、その天使が年老いてみすぼらしくなったアダムとイブの方向を指し示しています。全体としては左から右へと流れ、知恵の木のリンゴを食べたイブの話からエデンを追われるアダムとイブの話になっています。簡単に言えば、左からアダムとイブ、中央に下半身が蛇の女性、そして右では天使がその結果として年老いたアダムとイブをエデンから追い出している絵だというのです。天使はその剣で方向を示しているとが、本当にそうでしょうか。私、林博士の解釈は全く違ったものです。広し林、浜松シティ、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。アダムとイブの追放の絵ということになります。左からアダム、これは問題ないと思います。その右にいるのがイブということになります。そして、中央の木に絡んでいる人物について、以前はリリトと解釈されていたようですけども、セントジェロームの翻訳したラテン語のバルガータ聖書によるとですね、リリトイコールラミアとなっています。ですから、ここに描かれているのは下半身大蛇の魔女ラミアということになります。そしてその右にいるのがカイン、アダムとイブの子供ということになります。そのカインの妻がアワンということになります。まあ、こういう構成ということになりますが、でその上に天使がいます。でこの天使が問題です。一般説によるとですね、天使がアダムとイブにですね、剣で方向を指し示して出て行けと言っている様子だというのです。そこで剣をよく見るとですね、剣の先がアダムの首に突き刺さっているように見えます。つまりこの天使はアダムの首に剣を突き刺しているということになりますが、話がおかしくなってきます。そこでこの人物、右の人物をカインと捉えます。その理由はこれから少しずつ話していきたいと思います。つまりこの天使はカインの首に剣を突き刺しているということになります。話を先に進める前に、一つ重要な点について外堀を埋めておかねばなりません。これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版です。この中央の女性に注意してください。この女性、一般にはマリアというふうに説明されていますが、このマリアの体とその背景にある岩が一体化しているのがわかります。明度を上げてみると、風合い、色、そして描き方がですね、一致しているのがわかります。つまりここに描かれているマリアなる女性は下半身大蛇のラミアということになります。魔女中の魔女ラミアということになります。そのコンセプトは左下のミケランジェロの描いたアダムとイブの追放の絵の中に描かれている下半身大蛇の人物と一致します。つまりこのような形でダ・ヴィンチなる画家を通して1500年後のイエスは私たちにマリアイコールラミアであることを教えたということになりますが、ラミアというのはマリアという名前から作られたアナグラムであることも忘れてはいけません。わかりやすく言えば、ミケランジェロなる画家が描いたとされるアダムとイブの追放の絵の中の中央に表現されている下半身大蛇の女性はラミアイコールマリアということになります。以前作りました動画をどうかご覧になってください。マリア
in Virgin of the Rocks, painted by Leonardo da Vinci, is Lamia, a child-eating monster. Wikipedia English writes about Lamia as follows. Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child-eating monster after her children were destroyed by Hera. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children. Maria in the painting of Virgin of the Rocks is Lamia with a serpent-like body below the waist, and Lamia is an anagram of Maria or vice versa. As you see here now, please notice that Maria has a monster-like lower half body. It is a kind of a tricky art. That is to say that she is half human and half serpent. But the question is this. Why did Leonardo da Vinci paint such a painting? Though she looks very beautiful and elegant, she is a monster in this painting, as a matter of fact. But why? Why did Leonardo paint Maria as a monster? The answer seems to be very simple. Leonardo da Vinci was anti-Maria in the Renaissance, or he was anti-Roman Catholicism for some reason. By the way, please have a look at the angel sitting next to Maria. She is a male, as a matter of fact, but it is not a point in this video for today. She or he has three-fingered foot, which indicates that she is also a monster as well. You can recognize three fingers, but another one is a white leaf. It is also a kind of tricky art as well. In this way, Leonardo shows us that Lamia is a child-eating monster, and these two boys in this painting may be her food to eat. Lamia is or was eating human children. In this way, Leonardo, or Jesus, after 1500 years, let us know that these two people are Lamia in one, in which Leonardo teaches us, don't judge people from its appearance, or don't judge God from its appearance. I, Hiroshi Hayashi, understand that this is a message from Leonardo to us humans. つまりこのアダムとイブの追放の絵の中に描かれている中央の下半身大蛇の女性はラミアイコールマリアということになります。そしてその
ラミアの天使が剣を持ち、右の人物の首に剣を突き刺しています。これがこの絵の基本的な構図ということになります。この赤い丸で囲んだ部分に注意してください。方向を示しているということですけども、果たしてこれが方向を示している剣ということになるのでしょうか。ではどうしてこれがカインであるかということを説明しますが、その前にミケランジェロ自身が大変重要なメッセージを私たちに残しています。ユダヤのゲマトリアについて説明しておきます。言うなれば暗号ということになります。言葉や単語を数字で表します。例えばキリストは77です。聖書のは50となります。そしてカインは27となります。このような形で単語を数字で表すということになります。でもう一度ここを見てください。キリストは77、ビブリカルは50、そしてカインは27となります。キリストは聖書でいうところのカインとなります。この数字をミケランジェロはカシナの戦いの絵の中に隠し込みました。このカシナの戦いの絵の中にはその数字が隠し込まれていました。左から775027となります。つまりこのような形でミケランジェロはですね、未来の人間、私たちの人間にメッセージを残したということになります。キリストというのはね、聖書でいうところのカインのことなんだよという意味になります。つまりカインこそが救世主イエス・キリストであったということになります。で、右から2人目がカインということになりますが、なぜカインなのかと疑問に持たれる方も多いと思います。右から2人目はカインです。その証拠がやはりカペラ・システィーナの壁画に残っていました。もう一度注意深く見てください。この人物の顔を注意深く見てください。そして左が最後の審判の壁画ということになります。この壁画の中心部に書かれているのが救世主イエス・キリストということになりますが、拡大して比較してみるとこの両者は違いがないという点で、私林博氏は同じ人物イコール救世主イエス・キリストと判断しました。皆さん自身の目でしっかりと確認してください。特にカインイコール救世主の鼻に注意してください。顎の様子も同じです。耳というのは個人差の大きい部位ですけども一致しています。そして髪の毛ですね、多少の年齢差は感じますが、この両者は同じ人物です。そしてカインにはヒゲがありませんでした。弟アベルを殺した罰によって誰にでも分かるように顔を落とされました。つまりヒゲを落とされたと私林博氏は判断しています。それがカインにつけられたマークということになりますが、それは今日のポイントではありません。ここで重要なことはカインイコール救世主キリストがマリアのエンジェルによって剣を突き刺されているという点です。なぜこんなことが起きたのでしょうか。それについての動画はこの後につなげておきますが、今一度ここに描かれているのが救世主であることを確認しておいてください。白い四角で囲んだ部分に注意してください。中指と薬指がくっついています。シグラム・マラーノ、つまりマラヌスの手です。隠れユダヤ教徒の言うなればハンドジェスチャーということになります。ミケランジェロは
そのハンドジェスチャーを使ってここに描かれているのは神ということを表したということになります。ついでながら右下のアダムの創造という名前がついている絵の中に描かれているアダムはアダムではありません。イエス・キリスト自身ということになります。顔が一致します。まあ、これも今日のポイントではありません。今日のポイントは考えるだけでもそら恐ろしいことということになりますが、中央の木に下半身を絡ませているのは聖母マリア、ラミアということになります。そしてラミアの天使が剣で救世主イエス・キリスト、つまりカインの首に剣を突き刺しているという点です。つまりここにマリアとキリストの底知れぬ、つまりは壮絶な生死をかけた戦いが表現されているということになります。もっと言えばシスティーナ礼拝堂のこのアダムとイブの追放の絵はアダムとイブの追放をテーマにしながら、実はその向こうで壮絶なマリアとイエスの闘争を表現した絵ということになります。まさしくイエスを殺害するマリアの絵ということになります。続く動画の中でさらに詳しく説明します。 Bye for now. Philip McCourt of National Gallery in London writes about the entombment by Michelangelo Buonarroti in its art journal as follows. The first aspect of the painting that strikes most viewers is the fact that it is unfinished. Large parts of the painting are not just sketchy,but appear to be virtually blank. But this is just the start of the mysteries that surround this work. Where did it come from? Why is it unfinished? Why do some of the people portrayed in it appear so strange? And is it really by Michelangelo?ロンドンナショナルギャラリーのフィリップ・マッコートはミケランジェロが書いたとされる埋葬について次のように書いています。この絵画を見て驚くのはそれが未完成の作品であることである。第一に驚くのは未完成のスケッチが残されているというよりは全くの空白になっている点である。それはこの絵の持つ謎の第一歩でしかない。だいたいその絵はどこから出てきたのか、なぜ未完成なのか、またここに描かれている人たちがなぜこうまで
奇妙なのか、その前にこれは本当にミケランジェロ自身の作品なのかなどなどと、広し林ハメメシティジャパン。この絵には大変な謎が隠されていました。で、その謎を解く前に一つ解決しておかねばならない問題があります。ミケランジェロ・ブアナノルティですけども、そのミケランジェロが描いたとされる作品がこの埋葬と言われている絵です。中央にイエス・キリストらしき人物が表現されています。そしてその周りを何人かの人たちが取り囲んでいます。で、向かって右側、イエスと思われる人物の右側の女性らしき人物に注意してください。この謎を解くためには、つまりこの絵の持つ謎を解くためには、この人物が誰であるかを明確にしておかねばなりません。この人物は誰かということですけども、似たようなポーズの人物を同じくミケランジェロがカッシナの戦いの絵の中に描いています。これがカッシナの戦いと言われている絵ですが、これはカッシナの戦いの絵ではありません。イエスと18人の弟子を描いた絵ですが、それは今日のテーマではありません。このカッシナの戦いの絵の中央やや左寄りに一人の人物が描かれています。この人物と埋葬の絵の中に描かれている人物のポーズが大変よく似ている点に注意してください。少なくとも先ほど言いましたように、イエスと18人の弟子として描かれている人物の中では最もよく似ているということになります。上半身をやや後ろに反らせながら、頭でそのバランスをとっています。で、この人物は誰かということですけども、その謎を解く鍵をアグスティノ・ヴェネチアーノが残してくれました。ほぼ同時代の芸術家ということになります。アグスティノ・ヴェネチアーノは右下のような絵を描き残しています。アグスティノ・ヴェネチアーノの描いた絵の中に同じ人物が表現されています。今赤枠で囲ってみました。で、この両者を比べてみると全く同じであるということに皆さんはお気づきになると思います。ここが今日の重要なポイントとなりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。そしてヴェネチアーノの絵の中には数字が隠し込まれていました。左から1502となります。1502です。この方式はミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵の中に仕込まれた775027と同じ方式ということになります。つまりこのような形で中世の画家たちは自分の絵画の中に暗号を残したということになります。ついでながら775027はユダヤのゲマトリアによって解読すると、キリストは聖書でいうところのカインであるということになりますが、それも今日のポイントではありません。今日のポイントはヴェネチアーノもですね、同じ方式で数字を隠し込んでいたということです。左から1502となります。15、つまり15はイナンナの神聖数、そして20はシャマーシュの神聖数ということになります。ヘブライ語は左右自由に読む習わしになっていました。それはともかくも、この
赤枠をつけた人物は異難なということになります。右の青枠をつけた人物はシャマーシュということになりますが、それも今日のポイントではありません。異難なに注意してください。話を元に戻します。この立っている人物はイナンナということになります。イナンナですが、どうしてこんなところにイナンナが描かれているかという問題が出てきます。なぜこんなところにイナンナが描かれているか、まあ、つまり右からですね、イナンナ、イナンナとなると一番左の人物もイナンナとなるわけです。がなぜイナンナなのか、その謎を解く鍵をあのレオナルド・ダ・ヴィンチが残してくれました。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝の絵の中にその謎を解く鍵がありました。Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, left us human beings a very important message in the painting of the Adoration of Maggie, painted by, under the name of Leonardo da Vinci, that Maria is Inanna, again, Maria is Inanna,And here you see its proof and evidence. You see a secret number of 131 hidden in the painting, a number of 131 which stands for Inanna in Jewish gematria. You see its proof and evidence in this video.1500年後のイエスはダ・ヴィンチなる人間が描いたと言われている東方三博士の礼拝の絵の中に私たち人間に対して大変重要な伝言を残しました。つまり聖母マリアはイナンナのことであると繰り返します。聖母マリアはイナンナのことであると、その絵の中に131という数字が隠し込まれていました。131はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればイナンナを意味します。それをこの動画の中で皆さんにお見せします。広志林、浜松シティ、ジャパン。
聖母マリアはイナンナでした。その証拠が東方三博士の礼拝の絵の中に残っていました。この絵を注意深くご覧ください。この右下の部分です。ここに文字らしきものが書かれています。1500年後のイエスはこのような形で私たちに多くの伝言を残しています。これもその一つです。この文字らしきものを180度回転します。するとそこに131という数字が浮かび上がってきます。131です。独特な1です。131ですね。で、131をユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読するとイナンナであることがわかります。131イコールイナンナということになります。つまりここに描かれている聖母マリアはイナンナのことであると1500年後のイエスは私たち人間にこのようなメッセージを残してくれました。繰り返します。聖母マリアはイナンナのことでした。またの名をイシター、つまりイナンナイシターということになります。マリアイコールイナンナ、つまりこれがルネサンスの時代に現れた1500年後のイエスから私たち人間に対するメッセージということになります。で、結論ということになりますが、この3人はイナンナイコールマリアということになります。マリアです。イナンナイコールマリア、マリアイコールイナンナということになります。となるとミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵をどのように解釈したらよいかという問題が最後に残ります。またそれがこの動画の結論ということになります。なぜミケランジェロはこのような絵を描いたかということです。イエスを取り囲む人たちの目は冷たく、そしてどこまでもイエスを蔑んでいるかのように見えます。ミケランジェロ・バヌルティです。埋葬という題された絵です。そして中央にやや色が変化したイエスが表現され、そして左の女性はそのイエスに向かって指を指しています。これはダヴィンチも同じような手法で描いていますけれども、その指の先にいるのがイエスであることを示すハンドジェスチャーということになります。つまり中央にいるのがイエス、そしてその向かって右側にいるのがマリアということになります。そして大変奇妙なことに、このイエスにはですね、埋葬と言いながら聖痕がどこにも描かれていません。処刑された後のイエスとしては極めて不自然なイエスということになります。頭にも傷はありません。体にも傷がありません。つまりこの絵はですね、未完成の未完の対策というふうにして逃げることによって、さらにその向こうにもっと重大なメッセージが隠されているということになります。イエスは処刑される前にすでにこのような状態であったというふうに解釈するのが自然ということになります。ではその向かって右側にいるマリアはなぜこのような表情をしているかということです。つまりマリアはイエスが処刑される以前にすでにこのようなマリアであったということになります。考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの死の背後にはマリアが
いたということになるのではないでしょうか。Wikipedia writes that the crucifixion of Jesus occurred in the first century of Judea, most likely between 30 and 33 AD. Jesus' crucifixion is described in the four canonical Gospels referred to in the New Testament epistles.Attested to by other ancient sources and is established as a historical event confirmed by non-Christian sources, although there is no consensus among historians on the exact details. But why and by whom was Jesus crucified? His Son of God, then?Why and by whom? イエスの貼り付けによる処刑は紀元後30年から33年の間、ユダヤ暦1世紀に実際あったと言われています。詳細については諸説がありますが、4つの教会福音書にそのように記録され、キリスト教以外の世界でもその事件は確認されていますが、誰がなぜイエスを処刑したのでしょうか。なぜ神の子であるイエスが処刑されてしまったのでしょうか。その事件の向こうは歴史の深い闇の中に包み込まれています。広志林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、この絵画は右下に未完成の部分があるため、一般には未完の大作と位置づけられていますが、本当にそうでしょうか。またそのように考えてよいのでしょうか。ミケランジェロ・ブアナノティが描いた埋葬という題のついた絵ですが、この絵はどう考えてもおかしいですね。埋葬です。つまり処刑されたイエスが埋葬されるシーンを描いたものだというのです。中央に描かれているのがイエスということになりますが、このイエスにはあるべき聖痕が書かれていません。また体も大変綺麗で、刺し傷のようなものはありません。なぜでしょうか。でこれについて、これはミケランジェロの未完の作品である、まだ完成していない作品であるというような言い方で説明されていますが、本当にそうでしょうか。もう一度この絵をしっかりと見ていただきたいと思います。この絵で最初に気になるのがこの女性ですけども、
指で中央の人物を指しています。この手法はダヴィンチが岩窟の聖母でも用いられているものです。右の天使の指先に注意してください。つまりこのような形でこの先にいるのはイエスですよということを示しているということになります。つまり中央に描かれているのはイエス自身ということになります。ここをまず皆さんしっかりと確認しておいてください。となるとこれは本当に処刑後のイエスなのかということになりますが、私林浩司は処刑前のイエスと判断しています。またイエスの表情は大変優しく、つまり静かな表情をしています。そしてこのイエスにもひげが表現されています。短い、言うなればちょびひげのようなひげが表現されています。ダヴィンチ、ミケランジェロは処刑されたイエスについてはひげをつけて表現しています。それは今日のポイントではありません。ともかくもこの中央に描かれているのがイエスということになりますが、本当に処刑後のイエスなのかという問題です。が何よりも気になるのは、処刑後のイエスであるならば、そのイエスを囲む2人の人物の表情がおかしいということです。2人の人物の表情をしっかりとご覧になってください。当然悲しむ、あるいは落胆する、絶望する、そういった雰囲気の場面であるにもかかわらず、2人の人物は大変冷めた顔をしています。しっかりとここを確認してください。大変冷めた顔をしています。繰り返しますが、イエスの顔は大変穏やかで眠っているかのように見えますが、その両側の人物は大変冷めた顔をしているということです。で、その前に一つ外堀を埋めておきます。これもミケランジェロなる画家が描いたとされるシスティナ礼拝堂の壁画です。で、この壁画で一つ注意していただきたいことはですね、ミケランジェロは生きている人と死んでいる人をですね、肌の色を変化させて表現しているという点です。上はまだ生きている人ですね、が下の人は半死、半分死んでいる人ということになります。そして死んだ人はこのような色で表現されています。まあ、色によって生きている、死んでいるを表現したということになります。これはシスティーナ礼拝堂の天井画一般にも同じ手法で使われていますから、また皆さん注意してご覧になってください。で、埋葬と題されたミケランジェロの絵に戻ります。この中央のイエスの肌の色に注意してください。健康な白い色ではありません。やや黒ずんでいます。つまりこのような形でミケランジェロはイエスは半死、半分死んでいる状態であることを示していると私林浩司は判断しました。で、このイエスは本当に処刑後のイエスなのかという疑問に戻ります。ところがですね、同じ構図の絵をあのダヴィンチなる画家が描き残していました。これはルーベンスが模写したと言われているアンヤリの戦いの絵です。で、そのアンヤリの戦いの左下にですね、奇妙な人物が描かれています。で、まずこの絵を簡単に説明しますと、この絵は中央で2つの勢力に分かれています。そして向かって右側に竜が描かれています。竜、つまりサーペント族の象徴です。隠し絵、騙し絵の手法です。注意深くご覧ください。なお、この絵の中には何十という隠し絵が描き込まれていますが、それも今日のポイントではありません。ともかくもこの絵はそういう絵だということですね。その流れの中に左下の人物に注意してください。一見すると兵士のように見えますが、この絵の中には別の顔が表現されていました。左上を注意深くご覧ください。緑色で表現してみました。
そうです。ラム族、レプタリアン族の人物が描かれています。その下は日本の法隆寺に所蔵されています侍像と呼ばれている像です。顔が一致します。つまりここに描かれているのはレプタリアンの、まあ、人物であるということになります。となるとなぜこんなところにダヴィンチはですね、レプタリアンの人間を描いたかということになります。今ご覧いただいているのがその写真ということになりますが、私林浩が2012年前後に発見したものです。ダヴィンチが知る由もなかった写真ということに、あるいは像ということになります。そしてもう一度この中央の人物を見てください。これも騙し絵です。この人物は頭から血を流していますが、血であると同時に降臨、ハローを表しています。その証拠にこの人物の左手の甲には聖痕が表現されています。つまり処刑されたイエスということになります。顎の下にはちょびひげのようなものが表現されています。注意深くご覧ください。つまりここに表現されているのは処刑されたイエスということになります。そのイエスを左の人物が冷ややかにどこかニヤニヤと笑いながら見つめているということになります。この構図は先ほどから紹介していますミケランジェロの埋葬の絵の構図と一致しています。イエスと、そしてそれを見つめるレプタリアン族ということになります。手の甲に表現されている聖痕、丸印で示しましたが聖痕に注意してください。で、そのレプタリアン、あるいはラム族の人間と思われる人物は誰かということですけども、その顔とですね、シュメールに残るイナンナ像と比較してみます。左に今ご覧いただいているのが古代シュメールのイナンナ像です。イナンナです。そのイナンナと中央に緑で色付けした、まあ、人物の顔と比較してみてください。同じということが皆さんにも分かっていただけると思います。つまりここに表現されているのはイナンナということになるのではないでしょうか。で、その絵の構図と、繰り返しになりますけども、ミケランジェロが描いた埋葬の絵の構図を比較してみてください。中央にイエスが描かれ、それを冷ややかに見ているイナンナ、そしてミケランジェロの絵の方では女性ということになります。イエスが処刑された後の様子を描いたものであるとするならば、誠にもって不似合いな表情ということになります。もっともここだけでしたら、その左のラム族の人間がイナンナであるとは限らないということになりますが、あのダヴィンチがこんな絵も描き残しています。東方三博士の礼拝と題された絵ですけども、その絵の右上に隠し数字が仕込まれていました。上下反転しますとそこに131という数字が浮かび上がってきます。この数字の書体は、セントジェロームの絵の中に描かれている61という数字と一致します。ともかくも131という数字が浮かび上がってきます。131というのはユダヤのゲマトリアによればイナンナ、イナンナを意味します。つまりここに描かれている中央の人物はマリアイコールイナンナ、イナンナイコールマリアということになります。それをダヴィンチが、東方三博士の礼拝の絵の中で示しました。こうして謎の点と点が線でつながっていきます。もう一度この場面を確認してください。ここが今日のポイントということになります。つまり右の埋葬と題された絵はですね、実は埋葬ではなくてこれから処刑されるイエスを描いたものだということになります。1500年後のイエスは
ダヴィンチ、ミケランジェロなる画家たちを使って自分の思想を私たち未来の人間に残したということになります。そして右の人物の目に注意してください。光の出ますか、影の透け方によるものだと思いますけども、目がつり上がっているのがわかります。異様につり上がった目としても表現されているということになります。その左の、レプタリアンの目つきと視線と比較してみてください。まあ、これもある種の騙し絵、隠し絵ということになるのかもしれません。で、結論ということになりますが、イエスを挟んで向かって右側にいるのがマリアということになります。そして左にいるのが流れからするとバプティストのヨハネということになります。そしてマリアの右横にはマグダラのマリアも表現されています。つまり考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの処刑にはマリア、そしてバプティストのヨハネが関与していたということになるのではないでしょうか。しかもそのイエスは処刑前にはすでにこのように半死の状態であったということになります。で、最後にもう一つ謎が残ります。なぜマリアはですね、イエスとこのような関係になったか、あるいはそういう関係であったかということですけども、その謎を解く鍵がこの絵の中にありました。もう一度この絵を注意深くご覧ください。この絵を注意深くご覧ください。中央にいるのがイエスです。そして右にいるのがイナンナ、すなわちマリアということになります。イエスは処刑前にはすでにこのような状態であったということになります。それを1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して表現したということになりますが、その謎を解くヒントはこの山にありました。この山を注意深くご覧ください。先の尖った奇妙な山です。この山はミトラがかぶるフリギア帽と酷似しています。つまりこのような形でミケランジェロはここに描かれているのはミトラ帽をかぶるイエス・キリストであると表現したということになります。ミトラ、またの名をカトリック側は悪魔教と位置づけていますが、悪魔の帽子ということになります。それをマリアは許せなかったのではないでしょうか。ということで最後にもう一度マリアの目を見てください。イエスを見下ろす大変冷たい目として表現されています。最後に一言、冒頭で言いましたようにこの絵は未完成の部分があるため、一般には未完の大作と言われていますが、神は未完成の作品など残しません。となるとこの右下の部分はどう理解したらよいかということですけども、これも一種の騙し絵ということになるのではないでしょうか。つまりこの絵を一応未完成の大作としておくことによってですね、なぜ成功がないのか、その位置、理由付けをしたものと思われます。しかしこれは未完の大作ではありません。この絵自体が完成されているということです。つまりイエスはこのようにして誰かによって殺されたということになります。同じ手法は実はダヴィンチが東方三博士の礼拝、そしてあのセント・ジェロームの絵の中に残しています。
一見すると未完成の作品のように見えますが、実は未完成ではなく、その未完成の部分に別のメッセージが隠されているということになります。つまりミケランジェロの埋葬について言えば、未完成に見せかけて、実はその向こうに真実を積み隠したということになります。わかりやすく言えば、聖痕などがないことは未完成の絵だからだと表現しながら、実はその向こうでさらに恐ろしい秘密を隠し込んだということになります。 Bye for now.